こんにちは、西岡先生です。今日は前転について説明していきたいと思います。まず2つ前転をするのでどういう違いがあるか考えてみましょう。まず1つ目、2つ目。さて、どういう違いがあったか気づいたでしょうか。では違いを説明していきたいと思います。1つ目と2つ目の大きな違い、まずスタートですね。スタートはできるだけお尻の位置が高い方がスムーズに回転することができます。しゃがんでしまうとどうしても手についた後頭のてっぺんがつきやすいので背中が引いて伸びた形になってしまいやすくなります。なのでちょっとお尻は高め、手は近くについておへそを見ながらくるっと回れるようにしましょう。お尻が高い方が勢いがよく回れるので起き上がるのも楽になります。よく足が先に行ってしまってバカってここで止まってしまう人がいるんですが、できるだけ足も最後まで残るように我慢をしておきます。その方が最後に起き上がってくるときにうまくスピードに乗って足が回ってくるので、綺麗な起き上がり方ができると思います。またもう1つ、もう簡単っていう人はもう少し大きく前転をできるようにします。大きくするためにはちょっと曲げてる足からその足が1回ピッて伸びてからくるっと回れるようにすれば少し大きな前転に変わっていきます。そういうふうに前転も少しずつ発展していって大きな前転と変えていけるように頑張って練習していきましょう。今日は前転のポイントでした。